ナリペです。今日はこのような小さな小物入れを作っていこうかなと思います。でも糸がこちらの糸よりも太いので、大きさとしてはこの手のひらサイズからもう少し大きいものになると思います。長編みの円底で編み進めて、側面はこちらは細編みをしているんですけれども、今回は玉編みだけで作っていこうかなと思います。最後に縁取りにバック細編みをして完成品としようかなと思います。好きな糸で編んでみてください。準備するものは毛糸、かぎ針、ハサミ、とじ針です。毛糸は底の部分の円編みをこのオレンジの糸にして、側面を横の部分はちょっと薄めのオレンジにしようかなと思っています。濃い色のオレンジのこの毛糸は手芸店の湯沢屋さんで購入しましたアクリル毛糸です。かぎ針の水晶は8号となっているんですが、今回は6号で編んでいこうかなと思っています。こちらの毛糸は側面で使っていこうかなと思っている毛糸なんですが、ダイソーさんで購入したアクリル毛糸です。かぎ針の水晶は5号から6号となっているんですが、今回は6号針で編んでいこうかなと思います。小物入れの作り方ですが、1段目は輪の作り目からスタートします。全部で長編みを14目入れます。鎖編み3つで立ち上がってきますけども、その鎖編み3つも入れると全部で15目になります。2段目3段目と円編みをしていくので、よろしければこれとは別に円編みだけの動画がありますので、そっちを見てみてください。次に横側は中長編みの玉編みになります。よろしければ玉編みが可愛らしいコースターも作っているので、そちらの動画もご覧ください。最後に縁取りをします。これはバック細編みという方法で縁取りをしていこうかなと思います。最初の作り目です。糸端を左手で持ちます。1回転させてクロスしたところを中指と薬指で押さえます。針を持ちます。今回は6号針を使用します。クロスしているところに針を入れて糸を持ってきます。この状態で指を取ります。糸を持ちます。輪を持ってここから立ち上がりの3目鎖編みをします。1、2、3。今度はこの輪の中に長編みを14目入れていきます。長編みは引っ掛けて針を穴に通し糸を持ってきます。1回引っ掛けて2目取る、2目取る、これで1本長編みが編めました。引っ掛けて針を通し糸を持ってきて2目取る、2目取る、糸を引っ掛けて針を通し糸を持ってきます。2目取る、2目取る。長編みの場合は立ち上がり3目の鎖編みも1目として数えるので、これで4本入っていることになります。立ち上がり1本と長編みの14本合わせて15本になります。最後まで編み進めてみてください。最後の1本です。引っ掛けて輪に通し持ってきて2目取る、2目取る、これで全部で15本編めていると思います。ちょっと数えてみます。2、4、6、8、9、10、15本です。糸を引き締めます。こちらの糸端を引っ張ります。これで輪が引き締まりました。針を戻します。糸を持って引き抜き編みをします。
最初の鎖編み3目の頭です。1、2、3目、こちらです。引き抜き編みをします。これで1段目ができました。次は2段目です。2段目は立ち上がりに鎖編みを3つ、1、2、3、糸端を編みくるんでいこうと思います。糸始末をする方はこのまま編んでいってください。糸を引っ掛けて根元に針を刺します。そして糸端を針の上にかけます。その状態で糸を持ってきて2目取る。これで増し目ができました。また隣の目に針を刺して糸端を針の上に引っ掛けます。そして2目取る。このような形で増し目をしていきます。同じ目に針を刺す、糸を持ってきて2目取る。これで増し目が2つできました。次の目も増し目です。針を刺して糸を針の上に乗せて2目取る。同じ目に針を刺して2目取る。次の目も同じです。このような形で全ての目に増し目をして編み進めてみてください。2段目の最後の目です。2段目はこの増し目で最後なんですが、全てで30目になっていると思います。最初の立ち上がりの3目目、1、2、3目目の頭に引き抜き編みをします。この引き抜き編みをしたら2段目の完成です。次は3段目です。3段目も立ち上がりに鎖を3個、1、2、3。3段目は増し目長編み、増し目長編みと2個1個2個1個という形で編み進めていきます。引っ掛けて根元に針を刺して増し目をします。次の目は長編みを1本編み込みます。引っ掛けてこちらに針を通して長編みを1つ。次は増し目です。次は長編み1本です。2個編んで1個編んでという形で編み進めていきます。増し目です。1回2回と編み入れます。次は長編みを1つです。こうして増し目をすることで少しずつ円が大きくなっていきます。最後まで編み進めてください。最後のセットのところまで来ました。増し目長編みと編み進めて最後です。増し目です。2回編み入れます。次は長編みです。これで全部で45目になります。3段で底面を終了しようかなと思います。ここで糸を変えようかなと思います。薄いオレンジに変えます。引き抜き編みをするときに糸替えをするとちょうどいい具合に糸が変わります。 1、2、3目目、こちらに針を入れます。針を入れている状態で新しい糸を持ってきます。新しい糸を引っ掛けて引き抜き編みをします。この状態で一旦針を取って濃いオレンジの方の糸は編みくるもうと思います。針を戻して次は玉編みをぐるりと編み込んでいきたいと思います。玉編みと鎖編みを1セットです。糸を少し引っ張ります。
を引っ掛けて針を通します。この時後ろの糸を編みくるんでいきたいと思うので針の上に乗せます。2本いっぺんに乗せて糸を持ってきて引き出します。同じく糸を引っ掛けて針を同じところに入れます。糸端を編みくるむので針の上に乗せます。糸を持ってきてまた引っ張り出します。引っ掛けて針を通し糸を針の上に乗せて持ってきて3回引き出しました。針には斜めかかっています。この状態で一気に引き抜きます。これで玉編みが1つ編めました。鎖編みを1つします。この状態で1セットです。次の目ではなくその隣の目に針を刺していきたいと思います。次の目がここにあります。その次の目です。糸を引っ掛けて針を刺して糸端を針の上に乗せて編みくるんでいきます。糸を引っ掛けて引っ張り出します。同じく糸を引っ掛けて針を刺して糸端を針の上に乗せて糸を持ってきます。これで2回目です。次最後の3回目、7本かかっています。それを一気に引き抜きます。玉編みが1つできました。次は鎖編みを1つです。これで1セットです。次も隣の目ではなく次の目に針を刺していきたいと思います。糸を引っ掛けて針を刺し糸端を針の上に乗せ糸を持ってきます。また引っ掛けて針を刺し糸を持ってくる、引っ掛けて糸を持ってくる、3回糸を持ってきたら一気に引き抜きます。そして玉編みができたら鎖編みを1つ、このような形で1目を飛ばして1個2個目に針を入れ糸端を編みくるみながら玉編みを編んでいきたいと思います。2回3回目、そして一気に引き抜きます。1段目から玉編みを全部に編み込んでいってください。最後の目のところまで来ました。引っ掛けて1個2個目のところに玉編みを編みます。1回2回3回と糸を持ってきて一気に引き抜きます。そして鎖を1つ、ここは飛ばしていく1目です。引き抜く場所は玉編みの頭の鎖編みです。こちらです。ここに引き抜き編みをします。これで側面の1段目が編めました。次は側面の2段目です。2段目は鎖編みのところに玉編みを編み込んでいきます。最初は引き抜き編みをしているところを移動してこちらに移動していきます。鎖編みのところに針を刺して引き抜き編みをすることで移動ができます。少し引っ張り出して糸を引っ掛けて針を刺します。1つ2つ3つ玉編みを1つ編み込みます。そして鎖編みを1つ、このような形で隣にも編み込んでいきます。糸を引っ掛けて針を通し糸を持ってきます。引っ掛けて針を通し糸を持ってきます。3回目です。3回行ったら一気に引き抜く鎖編みを1つ、玉編みと玉編みの間に鎖編みがあってこの鎖編みのところに玉編みを編み込んでいく形です。1回2回3回、そして一気に引き抜きます。鎖を1つ、このモコモコした感じが可愛らしいですよね。中長編みの玉編みなんですが、長編みの玉編みとか
長々編みの玉編みとかいろんな種類があります。この玉編みの編み方で可愛いコースターとかを作っているので、そちらもよかったらご覧ください。最後の目まで編み進めてみてください。最後の玉編みのところです。引っ掛けて持ってきて玉編みを編みます。2回3回と引っ掛けます。そして一気に引き抜きます。鎖を1つです。引き抜く場所は玉編みの頭の鎖編みのところです。こちらです。ここに引き抜き編みをします。これで側面の2段が編めました。次は3段目です。引き抜き編みを移動します。隣の鎖のところに引き抜き編みをして移動してから、引き抜いた糸を少し長めに出して糸を引っ掛けて、ここに玉編みを1回2回3回とやって編みます。そして鎖を1つで1セットです。また隣のところに引っ掛けて玉編みを編み進めます。2回3回と編みます。これで1セットです。このセットで鎖編みのところに玉編みを編み進めてみてください。最後の目のところまで来ました。ここに玉編みを編みます。1回2回3回と編み入れて一気に引き抜きます。そして鎖編みを1つ、玉編みの頭に引き抜き編みをします。こちらの鎖です。これで側面の3段が編めました。もう1段編もうかどうしようか悩みましたが、これでいいかなと思うので、バックコマ編みで縁取りをしていこうかと思います。まずはコマ編みなので立ち上がります。鎖編みを1つで立ち上がって細編みを編みます。根元はこちらです。ここに細編みを1つ編みます。バック細編みというだけあってバックしていくんですが、左側に通常だと編み進めるんですけれども、右側に編み進めていきます。最後の目がこちらにあります。この目に針を刺して細編みを編みます。この目です。針を刺します。糸を持ってきます。このような形で糸を2本かかっている状態にして糸を引っ掛けて細編みを1つ、これでバック細編みが1つです。次の目はこちらです。針を刺して糸を持ってきます。糸を引っ掛けてまたバック細編みが1つ、次の目はこちらです。針を刺して糸を持ってきてバック細編みが1つ、次の目はこちらです。針を刺して糸を持ってきてバック細編みがまた1つできました。次はこの鎖との間に入れて持ってきて細編みが1つ、で今度はこちらに針を刺して持ってきて細編みを1つ、今度は鎖なので鎖の間に針を刺して持ってきて細編みを1つ、今度は玉編みの頭に針を刺して持ってきて細編みを1つ、今度は鎖なのでこの間に針を入れて
て細編みを一つ、このような感じで編み進めてください。バック細編みの最後の方に到着しました。まあ、最後の方なんですけど、あんまり私もきちっとはいつもやっていないんですが、鎖のところに入れて、この辺りが最後かなと思うんですけど、あと一目ぐらいいける、あ、最後ですね、鎖で、ここが最初の細編みがあります。なのでここが一番最後のところになるんですけれども、糸始末をする分だけ引っ張って針で糸始末をしていこうかなと思います。バック細編みが終了しました。次は糸始末です。表側に糸が出ているので裏側に持っていきたいと思います。このまま持っていくのもなんなんで、一回細編みのところの裏に針を通します。このような形でつながったかなと思います。この状態で後ろにザクザクと編み進めていきたいと思います。私は往復で編んでいこうかなと思うので、こちら側からまた往復で編んでいきます。なじませて最後に糸端を切ります。こんな感じのオレンジの小物入れができました。可愛らしいですね。なんかこのモコモコ感が本当に可愛いのと、バックコマ編みで縁取りしたので縁も可愛くできました。小さなアクセサリーを入れるのもいいですし、玄関の近くでちょっと鍵入れとか小物入れに使いたいかなと思います。ふわふわしてるので触り心地がとってもいいです。今日はこのような小物入れを作りました。ほんの数十分で作れると思います。試しに作ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ナリペでした。